長持山古墳とは、大阪府藤井寺市沢田に所在した円墳。家型石棺が、墳町に露出していたので長持山の名ができたと、言われる。二つの石棺が発掘されている。市の山古墳の公園部の西南に位置し、その倍町と見られるが、区内町の指定から漏れ、墳休を失うに至っている。1877年頃、堺県県令の最初厚氏が、 南側の石棺を発掘して、館内に、銅器、鉄拳があり、管外の途中に鉱が埋まっているのを見たという。1946年大阪府と京都大学考古学研究室が北側にある、別の石棺を調査し残存する遺物を検出した。石棺石棺を大阪府立地活アスカ博物館展示。この石棺は蓋。 三も二両端に大きな円形突起を有する古い形式の家型石棺で川内市を積んだ長さ3.4メートル、幅1メートルの縦穴式石室に収められていた。石室の北部管外に昇格付け部と蛍光一具、蔵、ぶみ、靴は、行用などのバグ類、刀、矛、矢尻、桑などが服装され、南部管外にも炭鉱などが依存した。 その他原位置から移動しているが、帯金具破片、ガラス小玉、末木片などが、棺の内外から検出された。傾向は稀に見る完備したもので、肩甲、膝甲、小手、すね当てなどを添え、あぶみわき心鉄板張り、倉金具は混同性である。南側の家型石棺は身に突起がなく、北側の石棺より、新しい形式に属する。 この石棺にも、もともと石室があったか否かは不明であるという。なお、紛糾には、円筒埴庭を巡らしていた。なお二つの石棺は現在、藤井寺市立同明寺小学校に保存されている。ありがとうございます。